1974年に放送された我ら青春。一緒に悩んでくれる友達のような先生がいる。そんな学校生活に多くの人が共感を得た人気学園ドラマ。主題歌「帰らざる日々のために」は大ヒットし、60万枚を売り上げました。中村雅俊さんが歌った「ふれあい」も10週連続1位のミリオンヒットとなりました。新米教師と落ちこぼれ生徒の交流を描いた学園ドラマの大作「我ら青春」の出演者の現在をご紹介します。沖田俊、中村雅俊さん。太陽学園に赴任してきた若き英語教師。3年 D 組の担任とラグビー部顧問。学生寮での生活指導を担当。時には学園の教師たちと対立しながらも、生徒の仲間としていつでも行動を共にしました。中村さんは慶應義塾大学3年生だった1973年、文学座研究所に入所しました。翌年に我ら青春でデビューするのですが、先に主役として内定してたのは同じ文学座の松田優作さんでした。しかし太陽にほえろの出演が決まり降板、中村さんが選ばれることとなりました。その後青春スターとなった中村さんを主演とするシリーズが続いて作られていきます。中でも印象深いのは因縁の松田優作さんと共演した俺たちの勲章の五十嵐刑事役です。そしてゲスト出演された五十嵐純子さんと1977年にご結婚され、4人のお子さんを授かっています。三女はモデルでタレントの中村梨沙さんです。テレビや映画の出演が途切れない中村さんですが、音楽活動も精力的に行っています。過去にもシングル55枚、アルバム41枚をリリース。コンサートも1500回を超えています。沖田先生の青春時代はまだまだ続いています。杉田陽子、島田陽子さん。太陽学園の英語教師。教師としての在り方を常に意識し、どう行動すべきか懸命に探している。沖田先生とは口論が絶えないが、やがてお互いを意識し交際することになる、そんな役でした。島田さんは1965年に劇団若草に入団。1970年にテレビドラマ「幼妻」でデビューしました。「氷点」「砂の器」「犬神家の一族」などに出演し、清純派女優として大作への出演が続きます。1980年には全米テレビドラマの最高賞であるゴールデングローブ賞の主演女優賞に輝きました。受賞したのはドラマ「将軍」でのヒロインマリコ役でした。順調な女優業と思えた島田さんでしたが、1988年頃から多くの問題を抱えてしまいます。それでも積極的な芸能活動をされる島田さんは、39歳の時にはヘアヌード写真集、57歳にして AV 作品に出演するという、往年のファンには衝撃的な出来事もありました。41歳の時に照明技術スタッフと結婚しましたが、2019年66歳で離婚されています。母親の介護もあり、姿を見かけない時代が続きました。俳優業の傍ら映画制作に携わっておられましたが、2022年7月、大腸がんによる多臓器不全のため69歳で永眠されました。山本大作、穂積ペペさん。2年留年した3年生役。普段は明るく振る舞ってはいるが、元の同級生にはコンプレックスを感じている。ペペさんは子役としてコルゲンコーアの CM に初出演。1966年にはまるでダメ男で主演デビューしました。人気子役となり出演作が続きます。スーパーロボットレッドバロンの堀大作役、飛び出せ青春の山本大作役の人気で、青春ドラマに欠かせない存在となっていました。このドラマに出演された頃はかなりの人気者で、主演の中村さんよりギャラが高かったそうです。その後は刑事ドラマの犯人、時代劇の町人役などの出演を多くされました。
2013年を最後に俳優業から引退されたそうです。当時強烈にインプットされたペペという芸名と明るいキャラクターを忘れることはないでしょう。神野五郎、千葉博さん。ラグビーの名門星山学園からの転入生。なかなか素直になれず、ラグビー部員に嫌がらせをするが、次第に分かり合うようになる。千葉さんは1966年に劇団いろはに入団。1970年には当時何かと話題になった映画ハレンチ学園に山岸安八役で出演。やんちゃな小学生をコミカルに演じていました。1979年には G メン75にレギュラー出演。田口刑事役は千葉さんの代表作となりました。俳優としての活動期間は短く、1985年には芸能界を引退しました。その後はダイビングスクールの経営や講演会といった活動をされています。水野茂樹、清水明弘さん。太陽学園生徒、ラグビー部員。入寮した後も母親に甘えることがあり、女子生徒からお嬢さんとあだ名された。いじめられっ子のイメージだが、根性を見せる場面もありました。清水さんは高校1年の時、我ら青春のオーディションに合格しデビューしました。その後も青春ど真ん中、夕日が丘の総理大臣などで中村雅俊さんとの共演が続きました。1979年の映画戦国自衛隊で共演した小野美幸さんと結婚されますが、早くに離婚され、お子さんもおらず、現在は独身とのことです。最近では YouTube チャンネルを開設されています。これからも年齢を重ねられた演技が楽しみです。滝井雅之、小原秀明さん。太陽学園生徒、転入生ラグビー部。陽子先生に好意を持ち沖田に相談するが、逆に陽子を怒らせる結果になってしまいます。小原さんは我ら青春に出演した時はすでに二十歳でした。流星人間ゾーンのジョー・タケル役や太陽に吠えろの犯人役などで多くの作品に出演されていました。その後は前略おふくろ様の板前忠志役、時代劇でも活躍されていました。現在は引退されています。宮坂千春、関谷真澄さん。太陽学園生徒、沖田先生に対して好意を寄せる女子生徒。ラグビー部の応援団長をすることになる役でした。1972年テレビドラマ赤い靴でデビュー。翌年から審査員は V、 我ら青春とスポコンドラマの出演が続きました。1977年の映画極底探検船ポーラーボーラーでは原始人を演じています。その後1979年の特捜最前線高杉美希子役は6年間レギュラー出演され代表作となりました。1986年小中学校からの幼馴染と結婚、芸能界を引退されました。現在では旦那さんと共にチョコレート店の経営をされています。風間みどり、竹下恵子さん。太陽学園生徒、自意識が高いお嬢様。他校の生徒にもファンがおり、女子生徒に反感を買うこともあった。竹下恵子さんは高校1年の時、東海地区で人気 DJ だった天野静雄氏の誘いで NHK 中学生群像でデビュー。中学から演劇部に所属していたので、そのまま役者を目指すことになります。1973年の銀河テレビ小説波の塔で本格的に女優デビュー。青葉しげれる、我ら青春などのドラマやクイズダービーの出演もあって、売れっ子の女子大生タレントとなったのです。1981年から始まった北の国からシリーズは竹下さんの代表作となりました。1984年15歳年上の写真家関口照夫氏と結婚され、長男の関口真人さん、次男の関口阿南さんは共に俳優として活躍されています。年齢を重ねても美しいままの竹下さん。
これからも活躍されることでしょう。里見雄一郎、谷岡浩二さん、太陽学園生徒、バスケ部エース、スポーツ万能でマスコミに取り上げられることもありました。1972年飛び出す青春でテレビドラマに本格的デビュー。その後は特撮ヒーローバトルフィーバー J で主役のデン・マサオ役、大河ドラマ女対抗期の細川忠興役、太陽に吠えろなどに出演されました。舞台の屋根の上のバイオリン弾きではフィオトカ役を6年間務めました。1983年には芸能界での活動を終えて引退されました。中岡大輔、草薙浩二郎さん、太陽学園国語古典担当教師。沖田とは喫煙者同士でした。草薙さんは1952年劇団民芸の勉強会に参加、翌年には夜明け前で映画初出演。団員となった1956年には真昼の暗黒で初主演されています。時代劇からハードボイルド映画の悪役まで多くの作品に出演。映画遊戯シリーズや刑事ドラマには犯人役、刑事役、時代劇にも出演されました。その後女優の増田晴子さんと結婚。長男の草薙仁さん、長女の草薙香織さんはお二人とも俳優をされています。2007年に永眠されました。三山先生、日色智恵さん、太陽学園理科担当教諭。宿題や試験問題が難しいことで生徒と対立してしまう、あだ名はチンコロメガネ。日色さんも劇団民芸の俳優さんです。1961年劇団民芸に入団、翌年には非常の青春で映画デビュー。我ら青春に出演時は32歳。民芸で鍛えられた演技派の女優さんでした。その後は NHK の朝ドラおていちゃん、大沢たか役、海外ドラマの名作大草原の小さな家では主人公ローラの母親役の吹き替えを担当しています。1969年に建築家の中園正樹氏と結婚。日色さんの仕事を常に尊重してくれた素敵な旦那さんでしたが、2018年に他界。大切な人に支えられ続けてきた演劇を80歳を過ぎた今でも続けています。杉田校長、有島一郎さん。太陽学園の校長、太陽学園の創始者で陽子先生の叔父でもある、柔軟な考え方の持ち主。沖田先生や生徒たちに理解を示すが厳しさを見せることもあった役でした。1933年俳優になるため軽演劇の世界に飛び込んだ有島さん。舞台での倒れ方が日本一と評されて喜劇役者として大活躍されます。映画でも森重久彌の社長シリーズや加山雄三の若大将シリーズで人気俳優となりました。暴れん坊将軍での加納五郎左衛門役は喜劇役者の本領を発揮しました。1940年に結婚。孫の成田ロミは東レ水着キャンペーンガールとして1990年に芸能界デビューしました。1982年には紫綬褒章を受章されています。自叙伝ピエロの素顔を発刊。今美しく老いたいと願っている、そんな後書きを残して1987年に永眠されました。名和半次郎、名古屋明さん。商店街で落第ラーメン店という名のラーメン屋を経営、生徒たちの良き理解者でした。1949年東京放送劇団養成所に入所。1959年には中村さんと同じ文学座へ入団。ザ・ガードマン、ウルトラマン太郎、ケイジ君などに出演。70年代のドラマには欠かせない存在でした。映画では麻雀放浪記の常習虎役は後年の代表作となりました。ご家族は夫人の千鶴子さんと長男の博さん、次男の泉さん。二人の息子さんですが、
芸能活動はされていないようです。多くのスケジュールが控えていた名古屋さんは現役の役者のまま2003年永眠されました。後藤梅子、菅井欽さん、学生寮のまかないや清掃などを担当。やや口が悪いがさっぱりした気性で面倒見がいい役でした。菅井欽さんは1926年生まれ、東京都の出身です。高校卒業後就職しますが、女優になることの夢が捨てきれず俳優座へ入団します。舞台を経た後、数々の映画ドラマに名脇役として認知されていきます。特に1973年に始まった必殺仕事人の主役、中村モンドをいびるシュート役はあまりにも有名です。結婚は映画プロデューサーの佐藤正幸さんとされていて、娘さんが一人おられます。菅井さんは晩年バラエティなどでも活躍されていましたが、2018年心不全のため92歳で永眠されています。最後までご視聴いただきありがとうございました。